どうもこんにちは、マッサンです。今回も、前回3戦で、じゃあ5戦で2勝3敗で終わったんで、次はもうちょっと挽回できるように、頑張りたいと思います。ランダムバトル、よし、やとりあえず妖怪魔人にも上がりたいですね。あと70ポイントぐらいで上がれます。いやー、まあ最近本当に強くなってきてるんで、もう油断せずに、まあ油断も毎回してないですよ、ユータ。妖怪王。まあ勝ち点的には僕より低いですけど、まあもう、多分同じぐらいのもう強さなんで、この辺は。もうほんま油断できへんもんな。全員強い。戦績をちょっと上げていかないとね。あ、これいけるかも。そういう展開か。160ってやばいやろ。どんだけ暮らしてくんねん。煉獄全然食らわんな。でもこれ耐えるしかないんですよね。落ちろ。めっちゃしびたがいあいつ。猫 MK2 ガッチガチだよ。カッチカチじゃなくてガッチガチだよ。いって、よし、下でたまれ。 F 型やばい、 F 型やばい。落ちろ。よし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 、いったれ。いや、先にこっちや。いや、関係ないよ、ギドギドウォールとか。守りやろ、一人。反対の守りやろ。ダジちゃん破れるとか、マジか。芝生、いや可能性としてあるね。やばい、マジこれ受け切るしかないな、こいつらで。きついなこれ。だいぶきついな、これ。あの、武士にはやられたら痛かったな。あれさえなければ。煉獄で死ぬとは思わなかったな。終わったー、これ終わった。きついきつい。ガウンテンもう。死んどけ。ギトギトウォールかよ。俺もギトギトウォールさしてくれ。もうやめんかよ、ほんま。よし、ギトギトとギトギトの対決やろ。気持ち悪すぎるやろ。いけ、おら、するぜ、もう。最後の笑わきしとけ。もう一発、もう一発、もう一発。いけ！いや、しないのよ、あれ。回復で、あそこまで来る？痛い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 、どんだけダメージ食らわせん。ニャイト、ニャイトで最後倒せ。どんだけあいつ攻撃すんねん。ニャスクが遅すぎるんかな、スピード。あいつ攻撃しすぎやろ。うーわ、負けたし。また初戦から負けとうで。このもう、初戦負けっていうスロースターターはほんま直さなあかんな。やっぱり選抜ピッチャーもスロースターターはほんまダメなんでね。基本的には。まあ、尻上がりはいいんですけど、スロースターターわかんな。最初に点取られても、どん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 、まあ、エンジンはかかるけども、みたいな。これはもう、スロースターター作レベルの、スタートダッシュの弱さ。カイッチ。まあ、尻上がりに何度か上げていきたい、調子を。前、最初3連、じゃあ2連敗したんでね。今回は、ちょっといっぱいで抑えて。切り捨てる。うわ、このパーティーは。
これもう高所取るしかないんちゃうもん。ちゃうねん。破壊なんでプリやねん。もうプリし狙うしかねえやん。そうなってもたら、いや破壊を狙わなあかんで、ね、これほんま。しゃ耐えてくれ白壁。もう行くしかない。潰せよ、全員潰せよ。よっしゃ、いけ、これいけるぞ、これいける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 。破壊、破壊、破壊潰せ。こいつの攻撃力が異常やねん。捨てやられた。なんでこいつ名前破壊やねん。よっしゃ、潰せ。ラー、うお、いけ、1対1の勝負や。これ勝ったやん。やっぱ勝てたんや、やり方によったら。あ、勝てましたね、破壊。前、ちょっと名前見よう。あ、また違う相手やけど、同じようなパーティーで出会ったの、破壊の。ブリ隊長のパーティーを何度か勝てました。最初にあの白壁を潰されずに行くっていうのはコツみたいですね。あれを倒すにはなんとか一勝一敗、五分五分や。まだここまでは五分五分の戦いなんで、なんこっからあとはやるだけや。妖怪王、妖怪マジケイシュン8点、もう結構神に近づいてる、相手ですね。相当多分強いです。ケイシュン。春景、春景。これは絶対勝たなあかん。こういう格上に勝てた時に本当にね、伸びるんだよね。ん？オッケー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 。これでかい、これでかいぞ。F 型や。F 型か、これ。よっしゃー。でかいよー。アイテム変えられへんやろかな。潰せ潰せ潰せ。オッケーオッケー、俺もらったぞ。悪いな、足踏みしてもらおう。オッケーオッケー、ここは我慢や、我慢しよう、我慢して一気に行くから。いけ、オッケー、これ設定もらったわ。さあ帰ってこいよ。帰ってこうへんな。もう遅い。もらいました。いやもう関係ないな、そんなことをしても関係がない。行ったれ行ったれ。いや武神屋も控えてないから。マジか、ほらほら結局来るんやから。さよならさよなら、猛烈ミスマ打撃。関係ない関係ない、石石しない、悪い。よし、もらった。妖怪魔人撃破。食らってみろ。ほら。この威力。素晴らしいな。何度か勝ちました。オッケー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 。これは嬉しいですね。よし。てんてんてれれん。
てててれれんやろ、お前。ランド外し、2勝1敗。マジに倒したのでかいな。で、こっちはもうランクアップ仕掛けですから。ここでなんとかしたい。格ゲーでもいいから来い。ランクアップチャンス。誰や。来ましたね。広瀬。広瀬さん来ましたね。ランクアップチャンス。ここでほんまに勝てたら、妖怪魔人になることができます。よっしゃ、来い。おおよ、やっぱ魔人の格好やもんな。ダークにゃん。結構珍しいパーティーやな。よし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 。分かっとんね、俺も。もうええぞ、サボっとっても。来た。このサボりでかい。サボるなって、お前。白壁サボったかも、さすがに。それ。今段分かっとんねん、もう。やばいやばい。これ潰せ、これ潰せ、これ潰せ。俺も早い。潰れろ。いけ。ミス。なんでなん。これ単に運の問題なん。やとしたら運悪すぎや。びっくりするわ。なんで外したね、まず。くそ。ギリギリ。あ、そうか、あいつ、あいつ近いね。やばい、これやばい、マジ。これ挑発庫持ってへんが痛いんやな。頼む頼む頼む。あれはプレイングミスやな、あの奪われたやつは。こんなんしとったんや、こいつが技。マジで。うわ、終わった。完璧終わった。なんもしようがない。あー、そういうことな。俺知らんかった、その下座が弾取って全部あれ取られるんやっていうこと。アホやったな。完全にバカでしたね。ブリアやろ、一発出してくれや。悪わくさしてくれ。え、めっちゃうまい相手。全部タイミング分かってんやけど。ほら、終わった。白が結局4体残ったおかな、相手。ダークニャンの使い方がめちゃくちゃうまいわ、相手。全部分かっとるよ、タイミングを。それぐらい差はでかいわ。俺のプロレスは最後見ていけ。自爆や、もう自爆。いけ、ニャスク。相手にとどめ刺されるぐらいなら自分でも倒れる。それが俺の根性や。てんてらてんてんてん。ボロ負けやな。うわ、足踏みやー。足踏みで踏むとは、ここで。足踏みするとは。もう間違えてもどう。ではもう次ラストにしたいと思います。2000に勝か。2000ちゃう、4000に勝2敗。これがラストです、今回。なんとかね、A 勝負はもうできてるんですよ。あとは本当にちょっとしたミスというか、まあ、相手の知識があるというか、ユキヤ。妖怪博士絶対負けられへん。だいぶ隠して、久しぶりに隠して。これはもう、問答無用で、しばき倒します。妖怪王の力を。王がどれくらいの強さにあるんかっていうのをね、見せてあげたいなと思います。いけ。やばい、これやばいぞ。これやばいんちゃうかな。
なんかやばい予感しかせえへんな。なんでこんなに避けられるの、まず。ちょ、赤鬼 HP 高っ。めっちゃ高い赤鬼。でかい。これはでかい。いけ。電流の術ほんまやめてくれよ。よう電流の術しようけど。よし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 。いけ。もうこいつら行くしかない。よっしゃ。さすがに隠し隊には負けられへん。アクロバットやばい。くらい。耐えろ。よし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 。オッケーオッケー。よっしゃ。これは来たわ。なんとか。最後は締めた。結構危なかったね、もう。ゆきや、妖怪博士。一種しかもらえへんけど。おっきい相手は落としちゃった。王の力面白か。ただマジにちょっと上がれなかったんですけど、まあ、今回は一応前よりは戦績としては3勝2敗なんで、上がりました。ただちょっとやっぱりね、まだプレイングが定まってへんというか、完璧にマスターできてないんで、まあその辺はもうちょっと、勉強しながらやっていけたらなと思います。はい、というわけで今回は終わります。ありがとうございました。